ロベルト・ビットーリは、ラツヨ州ビテルボ出身の欧州宇宙機関所属のイタリアの宇宙飛行士である。彼は1989年にイタリア空軍士官学校を卒業し、アメリカ合衆国で訓練を行った。アメリカ海軍テストパイロット学校を卒業する前に、彼はイタリア空軍のトーネード IDS で飛行を行った。その後、欧州の新しい航空機である。 ユーロファイタータイフーンの開発に従事するため、イタリアのテストセンターでプロジェクトパイロットとして勤めた。1991年から1994年までは、ピアチェンツァの第155部隊に所属して、トーネード IDS で飛行した。この時、彼は空中給油の資格を得た。彼は F-104、FA-18。F A G222 等40種類の異なる飛行機で1700時間以上の飛行経験を持つ。1998年8月、欧州宇宙機関に選ばれ、ジョンソン宇宙センターで訓練を行った。訓練と評価を経て、ビットオリはアメリカ航空宇宙局で働くようになった。2002年4月25日から5月5日まで、ビットオリはロシア連邦宇宙局と、 イタリア宇宙機関、欧州宇宙機関の合意に基づき、ソユーズ TM-34 で国際宇宙ステーションを訪れた。ISS 滞在中、彼は欧州の持ち込んだ4つの実験を行った。緊急の場合の救命艇を取り付ける作業も成功した。ビットオリはソユーズ TM-33 で地球に帰還した。2005年4月15日、ビットオリは ISS への自身二度目の飛行となるソユーズトママイナス6のミッションに参加した。4月24日にソユーズトママイナス5で地球に帰還した。彼は欧州の宇宙飛行士では初めて ISS を2回訪れ上司の疲労や総本植物の発芽の実験を行った。ビットオリは STS-134 にフライトエンジニアとして参加することが発表されている。彼は スペースシャトルで飛行する最後の欧州宇宙機関の宇宙飛行士、また最後のアメリカ国民以外の宇宙飛行士となる予定である。ありがとうございます。